土工墓とは、土を掘りくぼめて穴を作り、そこに人の遺体を収めて創造した遺構。土葬に伴う世界的にポピュラーな埋葬に用いられた遺構であるが、日本では縄文時代や宵時代に多い墓の形式であり、その場合、土工とか土工墓と表記される場合もある。大阪府藤井寺市のハサミ山遺跡、梨田地点から墓と推定される。 楕円形の土壕が確認されている。径は、おおむね0.7から1.5メートルの範囲。平面形状は円形、または方形で、多くは円形を呈する。深さは、平面規模に比べて浅く、底が平坦である。幅度は、大抵の場合、一括埋め戻しの人位体積である。人骨を伴う場合もあるが、全く痕跡をとどめない場合も多い。 服装品を伴う場合がある。後期、晩期になると質、量ともに充実し、特に晩期には工芸品的な価値の高いものが服装される場合が多くなる。縄文時代の葬々は貝塚などから見つかる人骨の様子から屈装が一般的だったと考えられる。 規模や形状はそれを反映したものと捉えることができる。歴を土工の中や外に配置した墓は特に排斥墓と呼ばれる。副装品や人骨が出土しなくても、副土の土壌分析特に脂肪酸分析によって土工墓と判別される場合がある。基本的には、縄文時代の所得帳と共通するが、平面形状は楕円型や隅丸長方形などが現れる。 新転送の普及により、年代が下ると長方形を呈するものが次第に増える。ありがとうございます。